あなたの最強のダウンジャケットは何なんですかって聞いたらですね、これ持ってる人であんまり不満ある人聞いたことないんですね。やっぱこの3つはねちょっと飛び抜けていいなっていう感じですね。はい、本日はですね最強ナンバーワンダウンジャケットを決めようということでやっていきたいなと思います。ということで、以前ですね視聴者さんにアンケートでインスタグラムの方で撮らせていただきました。あなたの最強のダウンジャケットは何なんですかって聞いたらですね、皆さんいろいろ回答していただきました。で、特に僕の視聴者さんって結構いろいろ洋服にお金使い張る方が多いんですね。だから何周もした上でこれですよっていう方が多いし、実際コメント読んでたりしても、あ、この人相当買ってるなっていう人も結構いらっしゃったんですよね。だからその辺を、いろいろお伝えしていきたいなと思いますので、もう早速ね見ていきたいなと思います。見ていきましょう。まず一つ目はですね、こちらズドン、こちらバルトロライトジャケットですね。バルトロはねもちろんブーム的なことだけで言うならもうブームは去ったかもしれないんですけども、やっぱ根強いファンっていうのがいててね、あの僕の編集者さんでもねバルトロが好きで、あの今年あのブラック買いましたとか色違い買いましたって言ってる方もいらっしゃるので、まあ、これはね人によったらもうええやんって思う人もいてるかもしれんけども、やっぱ一回ハマって気に入っちゃって毎年色違いで買ってるっていう方もいらっしゃるので、まあ、バルトロが最強だっていう人もいてるということになってますね。で、次がですねデサントのマウンテニアがシンプルかつ暖かい、値段もちょうどいいですということでね、こちらのジャケットですよね。これ確かね11万か12万ぐらいなんで、まあ、ダウンジャケットにしてはまあまあちょうどいい値段じゃちょうどのいい値段かもしれないですね。もう今やダウンなんかねお前30万とかいうダウンジャケットとかも全然あるから、まあ、それに比べたら11万ぐらいでいいやつが買えるんやったらねいいじゃないかということで、実は今回水沢ダウンのこのマウンテニアっていうモデルが結構入ってたんですよ。で、僕自身もねおすすめの今年買うべきダウンジャケットでこれ入れさせてもらったんですけども、まあ、確かにこれ持ってる人であんまり不満ある人聞いたことないんですね。だからまあ水沢さんちょっと気になってるよっていう方なんかはね非常にいいんじゃないかなと思います。他見ていくと、例えば水沢ダウンの10周年モデルとかね、あとマウンテニア一択ですとかね、デサントのマウンテニア今年悩みましたが購入しましたとかね、デサントとか水沢ダウンのアンカーを愛用します。アンカーでねこれとはまたちょっと違うモデルなんですけど、一応まあ生地とかはまあまあ確かほぼ同じやったと思います。で、水沢ダウン一択とか水沢とかね、水沢ダウンとか水沢ダウンマウンテニアとか水沢ダウンですとか水沢ダウンマウンテニアですとか水沢ダウンとかで水沢ダウンっていう感じで結構ね皆さん答えていただいてるんですよ。だから、まあ、水沢ダウンはね特に今の日本に合ってるというか、そんなにめちゃくちゃ暑すぎひんし、なおかつ寒すぎないっていうちょうどええぐらいの綿の量っていうところで、まあ、スタイリッシュにも着れるしね、でそんなモコモコしてるわけじゃないっていうところなんで、この皮脂とかやったらねほんまにインナーダウンぐらいしか入ってないんちゃうかなっていうぐらい入ってはないんやけど、ピタッと沿ってるからめっちゃ暖かいんですよね。でね、水沢ダウンのデサントのこれがね11万がちょうどいいっていう値段って、え11万ちょうどいい？マジで？って思うかもしれないけど、実際そうなんですよ。いろいろ買った上でいろんな高いジャケットとか見ていったりしたら、これ11万やったらちょうどいいやんっていう感じになってくるので、一周回るとねもう11万ちょうどいいんですよ。ただ一番最初10万台のダウンジャケット買ったことない時はもう11万がちょうどいいってわけわからんと思うんやけど、買ったらわかります。あ、ほんまやなって、これほんまにそうなんですよ。騙されたと思って一回買ってみてください。で、次がですねやっぱこれも根強いですね。こちらですよね、ヌプシ。ヌプシが好きなんですとかってコメント入ってましたけども、僕自身もねめちゃくちゃ久々に通しました。袖今年は一回も通してないから、あ、こんな感じやったんやっていうのをねちょっと思い出しますけども、ヌプシが好きなんですとか、あと他にもねヌプシとかね、90年代ヌプシとかね、ヌプッツェって書いてますけど、これヌプッツェって山の名前ですけどね、もともとヌプシは山の名前からついてる。そうなんや、ヌプシって山の名前からついてるんや、まあ、結構パタゴニアなんかもこのジャケットもね山の名前からついてたりしますけども、山の名前からついてると。次ヌプシって書いてたりとか、ヌプシヌプシっていう風にね、こちらも結構人気のあるジャケットになってたんじゃないかなと思います。やっぱ僕いっぱいいろんなジャケット着てるから、まあ、それで比べるとね、まあ、確かに値段は出ちゃうんですけども、まあ、この値段の割にはコスパいいよねっていうことでねランキングしたんじゃないかなと思います。で、次がですねやっぱりこれも出てきますよね、こちらナンガでございます。で、ナンガに関しては普通にこういうナンガのインラインのモデルもあるんですけども、今回別注のモデルはね特に入ってませんでした。例えばあのアーバンリサーチと別注とかセレクトショップと別注系は全く入ってない、まあ、確かにこれは入らへんやろなって、別注系はちょっと厳しいなと思うんですけども、まあ、インラインとかは非常にいいんじゃないかなと思いまして、あとナンガのホワイトレーベルね、これもめちゃくちゃ人気ありましたね。ちょっと後でまた来ますけども。で、ナンガに関してはこういうオーロラジャケットっていう、こう防水のジャケット以外にも焚き火シリーズって言って、まあ人気のこう燃えませんみたいな何年素材の生地を使ったやつもあるんですけど、まあそれもねランクインはしておりました。ただナンガに関してはナンガオーロラジャケットもちょこちょこあったんやけども、結局ナンガで言うと一番多かったのはホワイトレーベルです。で、ホワイトレーベルっていうとこちらですよね、まあフードなしタイプ、これタイプ3かなんかって言ったと思います。で、これがフードありのタイプなんですけども、これはですね我がスタッフ用にね、手に入れました。で、このフードタイプに関しては二重になってるんですね。この表のフラップをジップ外せば中のジップがもう一個あるっていう感じなんで、まあ、さらにもっと寒いとこ行くときとか、まあ、寒がりの人とかはいいんじゃないかなと思います。まあ、しかもスタッフやからちょっとこれサイズちっちゃいんですよ、 M サイズだからちょっと僕にとってちっちゃいんやけども、まあ、こんな感じですね。これナンガのホワイトレーベルも人
人気ありましたね。ただミスサワーダウンと同じぐらい人気あったんちゃうかな。結構皆さんからお声が多かったです。あ、でもまあミスサワーダウンの方が若干多いかな。まあでもね、ホワイトレーブルはやっぱ人気があるところみたいですね。まあどうせこれスタッフに渡すからね、その前にちょっと僕が来てサイズ感とかちょっと見ときましょうか。これが M で来てるんで、もう袖が足りておりませんけどもお許しください。この二重ジップをどう思うかですよね。いいやんって思う人もいてるやろし、僕みたいにこれちょっと今手こずってますけど、ちょっとめんどくさいって思う人もいてるかもしれんけど、まああったかさはその分やっぱすごいですね。手伸ばしたら全く足りないけど、まあ M サイズはね、僕にとってはだいぶちっちゃいですが、そんな感じになっています。まあかといってこれも XL やからでかいんですけどね。僕もうサイズなかったから、ほんま L が欲しかったけど、もう売り切れ取ったから XL 買っただけなんですけど、まあこれもちょっとやっぱでかいなって感じですけど、ほんまは L やったらもうビチャビチャにこうだビタビタびっちりこうジャストなんやけども、まあそんな感じの、これも人気のあるジャケットです。そしてね、次がね多かったのがね、やっぱり入ってきましたね、モンクレールで。モンクレールに関しては肩が多いから、モンクレールっていう回答もあれば、モンクレールのこのマヤっていう回答もあるし、他にも何個か回答あったんですけど、このフィット感、そしてこの暖かさ感じたらね、それはねもうヌプしきれんくなります。だからまあこれ買っちゃったらそれは崩壊行かれへんくなるよねって感じなんやけど、まあそれはね、ミスサワーダウンもええし、でそれ以外にやったらこのホワイトレーベルなんかのやつもいいし、モンクレールもいいし、まあ、この辺はね僕おすすめで3つ出したけども、やっぱこの3つはねちょっと飛び抜けていいなっていう感じですね。でヌプシの方もオーダーっていうのがあるんですよ。でそのオーダーすれば、この中の中綿が今これ表記されてないですね、700フィルパーとか600とか言われてないんやけども、おそらくまあ600とかまあ500とかそんなんやと思うんですけど、それが900フィルパーのやつ入ったりできるらしいんですけど、まあ、オーダー僕してないんでちょっとまだわからないんですけどね、こうどうしてもこのヌプシの形でいいやつが欲しいってなった方はオーダーするっていうのもね一つの手じゃないかなと思います。でまあモンクレールもね、僕この方以外にももう一個今年買いましたけども、やっぱりねいいとこのブランドのやつはね何個か買おうかなって思うんですよ。でそれ他のやつはどんな感じなんかなと思うんやけど、どこのブランドとは言わんけども、このブランドとかは一回買ったらもういいやっていうのもあるんですよ。だからまあこのホワイトレーベルなんかはね、こうフード付きどんなんなんかなとかね、モンクレールはね他の形とかってやっぱちょっと違うんかなとかって、まあ、興味は湧いたりするわけなんですけど、まあどっちでもやっぱいいですわ。徹底的にこだわってるから、めちゃくちゃ軽いし、毎日着てても疲れへんし、外に出るのが楽しくなりますね。うわ今日外出れる、ふわふわで出れるって思うのが楽しくなるけども、やっぱ重たいの着たらまた外出やなが寒いのにって言いながら重たいの着ていかなあかんから、外出るの億劫になっちゃうんでね。で外出るの億劫になるでしょ。でまだ部屋の中で過ごしてるでしょ、ほんと太るでしょ、生活習慣病になるでしょ、病院行かなあかんでしょ。もうそうやったらもうええの着て、外で出て、日光浴びて、セロトニン出して、テストステロン上げて筋トレしましょうよ皆さん。で最終的にはこれ皆さんで筋トレしていこうっていうチャンネルになってますので、まあそういうところも皆さんおすすめということになっていました。で他にはですね、ちょっとサクサクといきたいなと思うんですけども、この方わかりますよね、タクゾーさんからもらったバルトロということで、僕がカスタムオーダーしたバルトロライトジャケット、これたった一人の人に渡しましたけど、姫路親父っていう方にね、僕の隊長、応援してくれる隊長なんですけど、プレゼントしましたけども、その方がね来ていただいてると。でしかも今年に関してはハワイで使った時計もプレゼントしたんで、ちょうどダウンジャケットの黄色とハワイの時計の黄色が合うと思うんですね。だからぜひそれはペアでつけてほしいなと思うので、つけていただければなと思います。これもう一人に向けてのビデオレッメッセージになってるけど申し訳ないです。で他はですね、何があったかというと、他はねこういうねシュプリームノースのダウンジャケットっていう方がいらっしゃいました。まあシュプノースもね毎年やってるから、まあ多分今年も出てくるかなと思うんですけど、すごい似合ってないけど大丈夫、僕は似合ってませんけどもね、これまた違うモデルで今年も出てくるんじゃないかなと思います。で他にはねこういうねストーンアイランド、まあ、これ大体持ってる人っていうのはね、僕の経験上ね服にこだわりがあって金持ってる人が大体このロゴ持ってますね。海外の人とかも多いし、で国内とかでも15万出してダウン買おうと思って、まず最初によしストーンアイランド行こうとはならへんじゃないですか。これストーンアイランドの店員さん見たらほんま申し訳ないけども、15万あったらよしじゃあ、ホワイトレーベルにする、ミズサワーダウンにする、モンクレールにするって、まあモンクレールも15万じゃ変われへんけど、まあ思うじゃないですか。まず最初にストーンアイランド行こうってなったりしたら、もう他いっぱい買ったけどもストーンアイランド被らへんからこれでよろしいやないかいっていう人が買うんですよ。だからちょっとこじゃれててお金持ってる人、だいたいこのストーンアイランドも買いはるんやけど、ストーンアイランドっていうお声もありました。これ他にはねこれヒマラヤンっていうお声もあったんですけど、ヒマラヤンでねほんまにいつ着んのって僕は思うんやけども、実は僕これねレンタルで貸し出ししてるんですよ。でねこの間視聴者さんからねレンタル入ったんやけども、このヒマラヤンねいつ着ていくんやろなと思ったら、どうやらオーロラ見に行くらしいです。オーロラ見に行く時なんかもぴったりじゃないですか。だって南極大陸の観測用とかやからもうぴったり、めちゃくちゃぴったりが、そういう人が使うんだねっていう感じなんやけども、まあもちろん街中でね着ることもできるとは思うんですけども、ヒマラヤンパーカー僕は街中ではちょっと着たことはほぼほぼないんです。1回だけあるかな。電車乗った時とんでもないぐらい邪魔になって
った記憶はあるんやけど、すごい守られてる感があってね、安心感はありますけどね。であとね、ちょこちょこあったっていうのがこのビレイヤパーカー。ビレイヤもねちょこちょこあってね、僕もねこんだけダウンジャケット持つ前まではねノースフェイスをバーって最初買っとったんやけど、その時なんかね、あ、ノースフェイスの中のダウンでやったらビレイヤーかヌプシがいいんちゃうと思ってる時もあったぐらい、このビレイヤーっていうのもねかなりこう仕上がってるんですよ。だからそれはね、まあ人気あるわなっていう感じですね。ただちょっと僕個人的に気になるのっていうのが何なんかっていうと、この袖口がモコモコしてるのあんまり好きじゃないんですよ。どっちかというと袖口はシュッとしてるよし、あのリブとかここにあってキュッてこういうシルエットがいいんやけども、この辺がねちょっとモコモコしてるっていうのが若干気にはなるんですけど、まあ水沢ダウンも同じっちゃ同じやから、これはね毎年販売されてて今年もね多分出てたと思います。なんかノースフェイスのインスタかなんかに上がってきたと思うので、気になる方はねお近くの店舗行っていただけたらいいじゃないかなと思います。サイズがちょっと大きめやったと思いますね。で同じビレイヤ系で あったのがパタゴニアね。パタゴニアもどうですかっていうお声あって、パタゴニアフィッツロイなんとかっていうやつやったけども、この辺もコスパはいいですよね。5万円ぐらいでこのダウンジャケット買えるんやったらめちゃくちゃコスパいいやんっていう感じでね。でね、一人の方がね、まあ、ブランドだけねパタゴニアって書いててね、買いまくっても仕方ないのがダウンやから、まさにその通りなんですよ。ダウンジャケットなんてね、いいもの一着も取ってそれでええっていう感じだけど、僕は YouTuber やからねこんだけ山ほど持ってますけど、まあ、僕の視聴者さんとかでも結局最初はこれ買ったけど、このノースフェイスらへん買ったけど、なんか満足しきれんくでもう一個上のランクにしてこれ手放したとかね。で最終的にはもうええやつしか残してないっていう方が多いので、もうダウンはね金かければかけるほどねやっぱ全然ちゃいますから、最終的にはええやつにみんな行くんやろうなと思うんですけど、まあ家もそうじゃないですか。1000万円の家よりやっぱり4000万円の家の方が、あの家の値段だけね、土地は関係なくと家の値段だけで言ったら、1000万円で建ててるより4000万円で建てた方がすごい立派な家になるし、素材もようになってくるのと全く同じなんで、ダウンも値段かければかけるほどやっぱり質はようになってくる、着心地もようになってくるし、楽さも全然変わってくるので、まあ、いいんじゃないかなと思うんですけども、こんなんもありました。キャンプシラショートの、プリマロフトバージョンがいいんちゃうかっていうお声があって、これプリマロフトやったかな、なんか今もうダウンで復刻したかなんかになってるはずなんで、これは洗えたんですけど、もう今のやつは洗えなくなってるんちゃうかなと思いますけども、これもね使い勝手によっては一軍ダウンっていうことじゃなくても、例えば汚れてもいいよとか、ね、居酒屋用とかって割り切って使うっていうのも洗えるっていう用途考えたら非常にいいんじゃないかなと思うし、あとね少数ではあったんですけど、カナダグース、あの人気はどこへやらっていうことで、今これもう20万しますからね。僕買ったこのシャトーってモデルがね12万か13万で確か買ったんですよ。もう3年ぐらい前なんですけど、もう全く同じモデルが今23万してるから10万ぐらい値上がりしてるんですね。でこれも確かにノルウェー行くとかカナダ行くとかっていうのはめっちゃいいと思います。っていうのも僕も海外ねまた近々行こうと思ってるので、そういう時なんかにはあ絶対やらなと思うけども、まあ日本で使うってなったらいらんかなっていう、荷物なるしね、なかなかちょっと使いどころないんですけども、まあ北海道とかね東北の方とかね、そういう寒い地域の方はいいかなと思うんですけども、なかなか大阪に住んでてカナダグースが必要になるぐらい寒い時っていうのはちょっと限られてたりするので、まあ海外旅行によく行かれる方とかっていうのはまあ非常に使いやすいんじゃないかなと思いますので、まあカナダグース数は少なかったんですけど、まあ需要は必ずあるので、いろんなとこね観光される方なんかは非常にいいんじゃないかなと思います。普段はメインのダウンジャケットがあるけども、こう寒いとこ行くようとして持っとくっていうね。まああとはね、こういったウールリッチとかね、あとまあピレネックスなんていう方もいらっしゃったりしたんですけど、僕持ってる形がどうしてもこの長いやつやからカナダグース被っちゃいますけども、で他にはねこのねマウンテンダウンっておっしゃる方もいらっしゃいました。でもマウンテンダウンといえばね、僕はねもうここからね全てが始まったって言っても過言じゃないのでね、まあ僕にとってこの思い入れのあるジャケットなんで、いずれ飾りたいなって思うようなジャケットなんですが、まあ着ることはないですね。今僕は着ることはないんですけど、確かに防水やしゴアテックスでダウンやしってなったりしたら、当時これぐらいしかなかったんじゃないですか。今でこそねゴアテックスのダウンジャケットって結構あるけど、あの当時2018年ぐらいは多分これぐらいしかなかったんで、多分もうみんなねこれを狙いに行ったっていう時期があるぐらい人気のジャケットでしたね。でまあもうこれも着ることあんまないんですけども、今年も出てました、ダイワピアっていう釣り具メーカーの、 ファッションラインですね、それのダウンジャケットなんですけども、まあ、これもおしゃれ須田まさき状態ですよね、これ僕にはもうよう着こなせないんですけども、こういった上品なカラーというか、ちょっとまあベージュ、上品なベージュみたいな色味のダウンジャケットもあったりはしますね。まあ以上が皆さんにいただいたお声で、最強のダウンジャケットなんですかっていうことでバーっといただいたんですけど、やっぱそれぞれ人によって住んでる地域も違うし、活動の仕方も全然違うから、向き不向きって全然違うと思うんですね。僕が例えばいくら水沢ダウンがいいって言っても、沖縄の人からしたらいやダウンジャケットいらんけどってなってくるから、まあ、住んでる場所とか住んでる地域によってはもう雨とか全然降らへんしっていうところもあるので、まあ、人によって全然違うと思うんですけど、まあ、自分のね気に入る一着が見つかればいいなっていうことで、今回僕の視聴者さんにどういうの持ってはりますかって、どういうのが気に入ってますかっていうことでね、いろいろ聞かせていただきました。まあ今見たいてる中でね、うわ分かるわと、俺もそうやねん、この長いの着ひんねんとか、いやいや俺旅行行くからめっちゃ長いの欲しかったんとかっていうのってあったと思うので、まあ、ご自身に刺さったところで、あこういう系探そうかなっていうのね見ていただければなということで、本日はですねあなたの最強ダウンジャケットは何というのをねご紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。